はいどうもお茶です。じゃあ今日はね、ローテーション真の2回目やっていこうと思います。相手勝率見て分かる通りめちゃくちゃ猛者です。でプレマカラーオレンジでしたまあでもまあ真は正直ダインそんな気にしないからまあ負けてもいや的な感じなんですよね。まあ勝てばいいだけですしね。うん、オレンジだからなんだと。いいですね、暴れつぶしが気のしてる感じ。ダスト当たって直合式してるとダスト当たっちゃうんですよね。さあ駒投げ食らって、あそれコンボいけるんだ、画面端だと知らなかった。もうこれで切り返すしかないですね。ゼスト読みだったんだけどやっていきませんでした。やっぱあれですね、うまい方ってどうしてもなんだルッパ少なめですよね。あでも技出してなきゃ実はなんだ見てからジャンプで避けれるんですよね。開幕さん早読み来ない。うえーすげえな、そこで駒投げ出すのか。裏回りだぞ、だってしっかり3杯直が、あでもダストが当たっちゃうんです。そこら辺のタグの散らし方がやっぱりうまい。うまい人ってタグの散らし方が本当にうまいんだよね。ワンパ行動が絶対にない。あやべ、投げられてなんかそんな気もしたんだが、さだ当たって、あーやっぱうめえわなんか普通に負けた感じ。うん、どうしよう、開幕さん早く来なさそうだからエース振っちゃうか。読まれているもう一丁、今対空できなかった、こっちが甘い。くっそ、駒投げとかラストとか大丈夫。なんだボンミスしてくれたな。ああ、降ってきた、まあ、振るべきところで振るよねやっぱり。 OK 一覧取っていく、まだまだワンチャンあるぞ。さあ俺が土をつけてやろう。なんか3杯そろそろ来そうなんだよな。様子見しといてよかった。なんだこの直狩りスト、うまそういうところさすがだよな。駒投げ来そう、来ない。あバカ、甘えた、今のは俺が甘えた。あれだって同じ人間だ、オレンジだからなんだ。勝ちたいダスト、ダストじゃねえ。あーマジだ、くっそ昇竜出なかった。今昇竜出したところだったかな。いやでも多分判定あるよねあれ。開幕エルフとかでぶっといたくアイムでした、ラッキー。うめえ、このゲージ回収率である。あー3敗か、駒投げとか来そう。うーんきっついな、どうしよう。暴れつぶしに引っかかってくれるね。うわマジか、オッケー勝っていく土をつけていく。相手何だったんだろう、なんか
なんだろうあれ、6回かな、わかんない、ジャックの技全然わかんないんですけど、なんか出してましたね。何回読みだったんだろうね、多分。ラッキー、なんかラッキーで勝ったって感じ。まあ、体育はね、せめてそこだけしっかりしていかないと。多分ダスト見てからでしょうね。バクセか、なんかあんま新鮮を慣れてない感じ。あ、投げ漏れです。これはもうバーサス数に殺しきりで OK。 いいぞいいぞ、いい調子。さあ開幕何を読む、ビークなんて OK。 バックスに引っかかっていくね。あ、バカ、これ手癖になってる、甘えてんだよな。今までの環境がさ、これ耐久されてこなかったからさ、どうしても手癖でやっちゃうんだよね。で、上手い人とやるたびに俺思うんだよね。やれ、まあ、それはちょっとさすがに相手甘えたね、今ね。今ピークに甘えました。くっそ、ダストだな。なんだそれ、漏れたのか。あーダメバカー、エルクダメだって、ジャック王に。これでも 2P 指導だから全然減らねえんだよな、この減りだからな、もったいねえよな。あ、削れてく。うん、どうしよう。まあ、一番いいのが空投げに行くのなんだけど、難しいんだよな。あー、今ガードしてたのに。家壊しとくか。今の角ってないのか。すげえ辛そう。あ、投げられる、危ね、勝ったマジか、まさかプレマからオレンジに勝っていくとはな。ってことでなんか なんだろう、多分相当芯が辛いのかな、ジャック側はね。はい、まあ、キャラ差かな、キャラパワーを見せつけてって感じで勝っていきました。ということで、今日の動画はこんな感じになります。失礼します。